消しゴムダンサーセブン。こんにちは、消しゴムダンサーセブンです。今日はすごいことが分かったんで、ちょっと紹介したいと思います。ですね、皆さん歌とか歌うときに発声練習とかしませんか？先にそのカラオケでも先にその声が後からよく出るようになる曲とかしない人もいると思うんですけど、最初よりは後の方が歌が上手いとか、そういう人多いと思います。つまり最初いきなり歌うときの声は微妙なんですよ。あんまり声がまだ慣れてないから歌に。それで実はその時のためにすぐにいい声が出しきるようになる必殺の食べ物があります。こちらです。バナナ。そう、バナナなんですよ。これをですね、一本丸ごと食べると声が良くなるんです。これは僕が一応見つけたんですけど、つい最近2週間ぐらい前に見つけたことなんですけど、食べた後にだって気づいたんですけど、じゃあね、ちょっと今日は検証してみたいと思います。じゃあね、まず普通に歌います。君が歌います。ちょっと高めのバージョンで発声練習も何もしてない状態です。君が世は地よにや地よにさざれ石の岩となりて、苔の次はバナナを食べた後にやってみます。ノンストップでお送りするんではい、もう大好物でしょ、僕のバナナ。はい、では食べます。うん、うまい。早送りします。はい、今食べております。いやね、ついさっきですよ。あの声覚えてますよね。うん、食べた後歌ってみたいと思います。ほうほうほう、どうですか？だいぶ変わったと思いますよ。ただね、ちゃんとバナナを飲み込んでなかったです。ここに溜まってたんですけど、でも、とにかく皆さんもぜひぜひ試してみてください。絶対効果あるんで。はい、というわけで多分結構変わったと思います。聞いててもわかると思います。はい、では消しゴムダンサーセブンでした。絶対やってみてくださいよ。ありがとうございました。